最終章、リオの世界前編。見せてやろう、我がスタンド、ザ・ワールドの真なる力。ザ・ワールド、時を止まれ。最初は瞬きの一瞬しか止められなかった。だがこの首の傷、そうだ、ジョセフの祖父であるジョナサン・ジョースターの肉体を乗っ取った時の傷だ。この傷が馴染んでくるにつれ、2秒3秒と止められるようになった。止まった時の中で時間を言うのも変だが、今では5秒は止めていられる。華僑院は死んだ。そしてジョセフ・ジョースターも瀕死の重傷。このディオのザ・ワールドの能力によってな。九条丈太郎、貴様が止まった時の中でほんの少しだけ動けるのには驚いたぞ。だが確かに見える、止まった時の中をうごめく奴の動きが。だがこいつはやばいぜ。もう少し練習すりゃなんとかなりそうだが、今は一瞬動くので精一杯だ。パンチ一発分くらいのな。どうやらこいつは肝っ玉を据えてかからねえとならねえようだぜ。それでおしまいらしいな、ジョー太郎。パンチ一発だけで。見えていることが逆に恐怖だろう。だがこれで分かったぞ。貴様が静止した時の中で動けるのはほんの1秒足らず。時間を止める直前にこのディオが投げた28本のナイフ、全部弾き飛ばすことはできなかったな。このディオが時間を止められるのは5秒間、貴様は1秒。この差が命取りになる。残りあと3秒。2、1、0。時は動き始める。やばいのはこいつの時を止めるという能力じゃねえ。勝つためには手段を選ばない。下水道のドブ水よりもどす黒く、腐った牛乳よりも吐き気を催しそうな、その根性があった。高さ約20メートルといったところが、しかし正直言って早めに貴様を倒せてホッとしてるぞ、ジョー太郎。まったくジョースターという血統の者どもはどうしてこうも厄介な奴らばかりなのだ。まさか我がスタンド、ザ・ワールドの止まった時の中に入門してくるとはな。時を操れるのは頂点を極めた一人でなくてはならない。自動車という機械は便利なものだが、誰も彼もが乗るから道路が混雑してしまう。このディオ・ブランドーこそが静止した時の中を動ける唯一の存在であるべきなのだ。さて、あそこか。念には念を入れねばな、
ジョースターの連中は強運の持ち主、死んだふりをしているのかもしれん。この道路標識で丈太郎の首を寸断し、完全なるとどめを刺す。くたばりやがれ、ディオ！シルバーチャリオッツ！ほう、ディオ！ザ・ワールド、時は止まった。惜しかったな、ポルナレフ。だが貴様がそろそろ忍び寄ってくる頃だと用心していたんでな。時は動き始める。もうほんの少しだけ力を加えることができれば、このディオの脳組織を破壊してとどめを刺せたものを。やろう。順番が変わってしまったが、どのみちジョースターエジプトツアーご一行様は全滅する運命なのだ。くそー。ポルナレフ。そうだ、アブドルは死ぬ前俺に言った。いいな、ポルナレフ。ディオの館に突入する前にこれだけは言っておきたい。私はもしお前がこの館で行方不明になったり負傷したりしても決して助けないつもりでいる。自分の安全を第一に考えるのだ。我々はディオを倒すために旅を続けてきた。一人を助けようとして目的を果たせないまま全滅するのだけは避けねばならない。それなのにあのおせっかい野郎。ポルナレフ、ポルナレフ、危ない、危ない、危ない。住んでのところでこの俺を突き飛ばしやがって。そう、いつもだ。カルカッタでジェガイルに狙われた時もそうだった。いざって時は俺をかばって自分勝手にさっさと行っちまいやがる。何をブスブス言っている。あまりの恐怖に先に精神の方が参ったか。だからよ。うん？たまには俺が助けなきゃ、丈太郎を助けなきゃ話になんねえだろうが。シルバーチャリオッツ、うん、ここでいいとこ見せとかにゃ死んじまってもあの世で妹のシェリーに顔向けできねえだろうがよ。アブデル、イギー、せめて人たち分の力を俺に貸してくれ。遅い、そして無駄だ。ザ・ワールド、てりゃー、無駄無駄無駄。ほう、少しは腕を上げたじゃないか。俺は以前貴様に会った時、貴様の恐怖の呪縛と巨大な悪に屈服した。心の奥底まで。それがどうした。あの時俺は負け犬としての人生を歩み始めたんだ。だが今は違う。ジョースターさんたちとの旅が、仲間の死が俺の中からお前への恐怖を吹き飛ばした。実にくだらん、そして感傷的だ。貧弱貧弱貧弱。ディオ、お前にわかるか。100年以上も生き続けるお前に、たかだか数十年しか生きられなかったカキョインやアブドルやイギーの思いが。道行く人間が踏みつぶしたアリのことをいちいち気に留めると思うか。ディオ、貴様だけは絶対に許さねえ。遊びは終わりだ。貴様、ザ・ワールド、時は止まった。止まった時間の中でどう戦うつもりだ、ポルナレフ。言うならば
悲しみを背負って立ち上がった正義のスーパーヒーロー気取りか、ポルナレフ。だがな、現実とは冷酷なもの。万に一つの奇跡も起きなければ、貴様が突然止まった時間の中で動ける能力に目覚めることもない。漫画や映画のようにな。死ぬがいい。喉笛を切り裂かれて。何？止まったはずの世界の中で音だと？丈太郎、お前なのか？おりゃー！チッ、時間切れか？くたばれ、ディオ！右腕を一刀両断だぜ、ディオ！ふん、バカが！まだだ。俺のシルバーチャリオッツの奥の手を。俺が飛ばしたシルバーチャリオッツの剣跡は弾丸並みの速度だぜ、ディオ。何が奥の手なのだ、ポルナレフ。俺の奥の手を、シルバーチャリオッツの剣跡を指先一本で受け止めただと？もう身動き一つできまい。たかが腕の一本や二本切り落としただけで、腕などものの一二秒でつなぎ合わせられる。このディオを倒すには脳を破壊しなければな。さて、丈太郎、生きているのか、それとも奇跡的に息を吹き返したのか。どの道生きていようと、このディオのザ・ワールドに勝てるはずもないがな。丈太郎、ママにボールを投げて。そう、お上手よ。丈太郎、明日の運動会頑張ってね。ママ楽しみにしてるからね。丈太郎、お腹空いてない？何か食べる？ダメじゃない、丈太郎、こんなに汚しちゃって。ママ怒るわよ。ねえ丈太郎、今度の日曜パパが演奏旅行から帰ってくるんですって。丈太郎、ねえ丈太郎、丈太郎。これからてめえは地獄に落ちるわけだ。一つだけ地獄の番人に任せられねえことがある。占い師の私に予言で戦おうなどとは100年は早いんじゃないかな。私のハイエロファントグリーンは引きちぎると狂いもだえるのだ。喜びでな。次にお前はそれだけは許してくださいと言う。我が名は華教院範明。我が友アブドゥルの無念のために、ポルナレフの妹の魂の安らぎのために。第一の願いは貴様に痛みの叫びを上げさせることだ。会うはずがない。俺たちは旅人なんだ。初めて来た場所だし、もう出発しなくてはならない。次の町へな。このクソったれ野郎の首から下はわしの祖父ジョナサン・ジョースターの肉体を乗っ取ったものなのじゃ。人は死ぬとき走馬灯のようにさまざまな記憶を思い出すという。あれがそうだったのか、それはわからない。だが俺は生と死の境界線で確かに聞いた。いや、聞いたような気がした。俺が今まで見聞きした数多くの言葉を、そして華教院範明の最後の思いを。
子供の時から思っていた。町に住んでいるとたくさんの人に出会う。しかし普通の人たちは一生で真に気持ちが通い合う人が一体何人いるのだろうか。だが少なくとも自分にはきっと一生現れないだろう。なぜならこのハイエロファントグリーンが見える友達はいないのだから。見えない友達と真に気持ちが通うはずはない。ジョースターさん、ジョータロー、ポルナレフ、アブドゥルに出会うまで僕はずっとそう考えていた。ディオを倒すというこの旅、それは僕の一生の中で初めて目的が一致した真の友達との旅だったのだ。だからこそこいつを昔のように誰にも気づかせなくしてやる。人と違う、人には見えない、いつもそれに怯え忌み嫌ってさえいた自分のスタンド、ハイエロファントグリーン。そう、ディオの能力を暴き出すためにこいつの気配を完璧に消し去ってやろう。気配を完璧に消し去る。気配を完璧に。気配を。城太郎め、生きているのか、それとも奇跡的に息を吹き返したのか。どうやら呼吸している気配はない。では心臓の音はどうかな。気配を完璧に消し去るんだ、華僑院のように。俺のスタンド、スタープラチナで心臓を止める。ジョータローの心臓は完全に停止している。時間の停止した、無音の世界で聞いた音は気のせいだったのか。こいつはマジできついぜ。このまま意識を失うとマジに。まあいい、どのみちこの道路標識のギロチンで奴の首を切断すれば全てが終わるのだ。ジョー太郎、立ってくれ。そう慌てるな、ポルナレフ。ジョー太郎の奴を始末した後でゆっくりと遊んでやるさ。ジョー太郎！無意識下のスタープラチナが俺の心臓に喝を入れた。鼓動が息を吹き返し、動脈が生命のビートを刻む。さらばだ、ジョースターの一族よ。おら！なんだと？いかん、ザ・ワールド、時よ。ノー！なんだと？まさか。やっとこさ、やつの脳天にパンチをぶち込めたぜ。やばかったぜ、まさか心臓を自分で止めることになるなんてな。ポルナレフは痛みに耐えかね気絶したか。待っていろ、ディオを完璧に倒したら病院に担ぎ込んでやる。ジョー太郎、貴様胸に雑誌か何かを隠していたな。ナイフで受けた傷も致命傷ではなかったな。何本かは体に突き刺さったが。殺してやる、傷が。
な、何？このディオが立ち上がれないだと？頭痛？さらに吐き気も？なんということだ。このディオが頭を破壊され、満足に体を動かせないというのか？諦めな。匂いでわかるようにガソリンをぶっかけた。このまま貴様を焼き去った後、日の出を待ってこの世の塵とするのが賢明なやり方のようだな。ザ・ワールド、時を止まれ。道路を走っている車で、あの場所へ行けさえすれば、この車が俺を運んでくれる。時は動き出す。時間を止めている間に車に捕まったが、しかし逃がすわけにはいかんな。おあつらえ向きに制限速度の道路標識か。おら！ん？私の引き抜いた道路標識を投げただと？あの場所へ、あの場所へ。下水道を伝わっていけば、ここは満員だぜ。先回りだと？もうどこにも行かせやしねえ。てめえにはたくさんの貸しがあるんでな。返しても返しきれねえ大きな貸しがな。このディオは負けるはずがないのだ！無駄だったのはてめえの方だな、ディオ。私は、いや俺は、全ての頂点に立つ男なのだ！自分の体のガソリンに！熱いぞ、ジョータル！何をする気だ？何だと？ザ・ワールド、時を止まり！時は動き始める。なんだ、突然目の前に火だるまの男が。ディオの野郎、わざと事故を引き起こしやがったな。俺の目をくらますために。我が身を炎で燃やし事故を起こした。この騒ぎの隙に何としてもあの場所へ。くそい、まだ燃えている。だがこんな日など、こんな日ごとき、気化冷凍法でいくらでも消せる。今のうちにあの場所に。なっ！てめえはまた罪もない人を手にかけた。貴様、見逃しゃしねえさ。何しろてめえからは吐き気のしそうな悪の匂いがプンプン湧いているからな。諦めな。
バカが、このディオは、このディオが、このディオに人の生き死になど関係があるか。道端を這いつくばる虫けらの生き死になど、這いつくばっているのはてめえだぜ。うりてめえのお得意のセリフを言ってやろうか。この毒サレが、うだむ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 だ。かかったな重太郎。これが我が逃走経路、我が起死回生の策よ。貴様はこのディオとの知恵比べに負けたのだ。俺が吹っ飛ばされて飛んで行くこの通りに見覚えはないか。この通りはまさかジジイが倒れているはずの。そうだ城太郎、まだほんのちょっぴりだが生きていたジョセフの血を吸うための逃走経路だったのだ。てめえもう遅いぞ城太郎。老いぼれジョセフの体に残っていた血は全て俺がいただいた。この肉体にやはりジョセフの血はしっくりと馴染むぞ。何しろ同じ血族の肉体と血だからな。この肉体にしっくりと馴染んで今まで受けたダメージも回復したぞ。今までの。実に馴染むぞ。この肉体はジョナサン・ジョースターの肉体。今吸い取ったのはその孫ジョセフの血。そしてわざわざここまで俺を逃がしてくれたのはジョセフの孫ジョナサンの子孫であるジョータロー、貴様自身だ。思うにジョースターの決闘というのは我が運命という路上に転がる犬のクソみたいなもんだったが、最後の最後にはこのディオに利用される宿命にあったようだな。哀れだなジョースターの一族よ。しかし幸運に思え、クソに群がるウジのようなお前らでも、腐り切ったトマトの汁のようなお前らの血液でも、こうして世界の征服者であるこのディオの役に立てるのだからな。チッ、
ディオの世界後編、遥かなる旅路、さらば友よ。ホリーさんの容態がまた悪化しました。脳波に異常、脈拍40から30に低下。いかん、強心剤を下げ。しっかりしっかりするのよ、ホリー。ママ、私はここよ。大丈夫、きっと大丈夫よ。信じていて。今にあなたの父のジョセフが、そしてあなたの息子のジョータロウがなすべきことをしてくれるわ。お願い。え、手を。昔みたいに、子供の頃みたいに手を握って。ママ、いいですとも。あなたの父親を、息子を信じるの。あの二人はきっとやり遂げるわ。私たちの知らないジョースター家にまつわる奇妙な運命を乗り越えて、きっと帰ってくるから。そう、私の夫ジョセフはペテン師みたいに適当なことも言ったけど、少なくとも私との約束だけは破ったことがないんですもの。どうしたの、ホリー。わからない、なぜだかわからないけど、とても悲しいの、とても胸が苦しいの。なぜだかわからないけど。ホリー、ハハハハハ、吸い尽くしたぞ、老いぼれのジョセフの血をな。てめえ、ディオ。鼓動も脈拍もない、完全に死んだが。じじい、ジョータロウ、ジジイの魂。これからディオはこのわしの足元にあるわしの肉体に何をしようと、決して逆上して冷静さを失ってはならない。何、わしのことは気にするな。なるべくしてなったことなのじゃ。アブドゥルとエギーはポルナレフを助けるために行った。助けられたポルナレフはディオの館に潜む最強の敵を葬った。華経院はディオのスタンドの謎を解いて散った。そしてわしはその謎をお前に伝えた。みんな、なるべくしてなったことなんじゃ。これは幻覚なのか、それとも。人にはそれぞれ生まれた時に授かった使命がある。ジョータロウ、お前は止まった時の中で少しずつだが動けるようになっている。1秒か2秒か、その時間を大切に使え。多くの人が限られた人生の時間の中で精一杯生きていくように。ジョータロウ、お前の授かった使命は目の前の男を叩きのめすことだ。我らジョースター家100年の因縁を断ち切り、無意に死んでいった人々の魂を安らかに眠らせることだ。いいな、ジョータロウ、
これからディオが何をしようと決して怒ってはならん。怒りはお前を苦境に追い込むことになるぞ。なあ、ジョータロウ、この旅行は実に楽しかった。いろいろなことがあった。まったく本当に楽しかった50日間じゃったよ。幻覚を見たのか、俺は。どこを見ている、ジョータロウ。よそ見はいかんな。お前の祖父が醜い屍を道端にさらしているこの時だ。ふん。先ほどジョースター家の一族を道に落ちた犬の糞と言ったが、訂正するぞ。こいつはもっと汚らしく、もっと不潔な、ただの絞りカスだ。こんなジジイの干物じゃ、道端の肥やしにもならんな。まさしくカス。絞りカスよ。やろジジイ、あんたは俺に逆上するなと言った。しかしそれは無理ってもんだ。こんなところを見せられて頭にこねえやつはいねえ。無駄無駄無駄。いや、最終ラウンドだな。ザ・ワールド、時を止まれ。1秒経過、2秒経過、ゴラ4秒経過、そして5秒経過、6秒経過。まだまだ止めていられるぞ。今までの限界だった5秒を超えた。いや、まだだ。さらに込み上げてくるパワーを感じる。やはりジョーサーの血はよく馴染む。ところでジョータロウ、お前はもう動けないはずだよな。何の策もなく迂闊に踏み込んできた己の失策を悔いるがいい。ジジイ、あんたの言った通りだ。起こったことで少々ヤバくなったようだぜ。7秒経過。だがな、まだ怒り足りねえ。8秒経過。こんなもんじゃねえ、俺の怒りは。時間とともにさらに激しく膨れ上がっていきやがるぜ。9秒経過。うらぁ、はあ、無駄無駄無駄。そして貧弱貧弱貧弱。うわっ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに晴れ晴れとした気分になったことはなかったな。最高にハイってやつだ。一つ歌でも歌いたくなるような。チッメジョータロウ、さっき頭に来ていると抜かしたな。ディオ、てめえ、ザ・ワールド、おりゃは、貴様の怒りなど所詮その程度のものなのだ。
わずか1秒分のな。無駄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 ！お前のその無駄なあがき、100年前のジョナサン・ジョースターを思い出したぞ。そしてこの私が不老不死の力を得たのは、ジョナサンの父ジョージの生き血によってだ。ディオ、調べたぞ。さらにジョナサンの息子のジョージ2世は俺の生み出した吸血鬼に殺されたとな。てめえは。そのジョージ2世の息子のジョセフが絞りかすになってくたばった。てめえだけは。因果は巡るとはよく言ったものだ。今その言葉を肌で実感するぞ。俺が裁く。はっ、うぃぃぃぃぃぃ。9秒経過。今は9秒が限界といったところか。まあ、しかし十分だ。ジョータロウ、貴様にとどめを刺すのにはな。まだだ、まだ。これが最後の攻撃だ。正真正銘、最後の時間停止だ。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザ・ワールド。どこだディオ。姿を消した。だがな、ディオ。俺が思う確かなことは、次にてめえの面を見た瞬間、俺は多分、頭の線が一本切れちまうということだけだぜ。何があっても決して怒ってはならん。何があっても。悪いな、ジジイ。あんたの遺言、やはり俺には守れそうにないぜ。敵の誘いにうかうかと乗るつもりか、ポルナレフ。この華教院のりやきに焦りやミスは絶対にないと思っていただこう。こんな時に、おめえらもか。だが、とどめだ、ジョータロウ。このロードローラーで貴様をカイロの路面に埋め込んでくれる。ディオ！9秒経過。終わった。終わったのだ。スタープラチナはついに我がザ・ワールドの前に敗れ去ったのだ。ふっは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 今こそ征服してやる。この生物界の頂点に立ったディオが支配してやる。我が知恵と力の前に畏敬の念を持ってひざまずくがいい。10秒経過か。時を止める我が能力もついに10秒を超えた。さて、このままジョータロウの遺体を確認し、残った血を吸い取っておくか。もっとも、吸い取る血が残っていればの話だがな。ん？なんだ？体の動きが鈍いぞ。違う、鈍いのではない。
動かない。体が動かないというのか。全くか。全く体が動かん。まるで時間が止まったように。まさか。その通りだぜ、ディオ。俺が時を止めた。てめえが行った時間停止の9秒目で、そして脱出できた。やれやれだぜ。どんな気分だ。動けねえのに後ろに立たれる気分は。例えて言えば、水の中で1分間しか潜っていられない男が1分目やっと水面で呼吸をしようとした瞬間、ぐいっと足をつかまれてまた水中に引き戻されるって感覚か。今までてめえはこんな視点で華鏡院やジジイポルナレフを見ていたんだよな。この私が。だからだ。だからちっともかわいそうだなんて思わねえ。アブドゥルの分、イギーの分、華鏡院の分、ジジイの分。そして時は動き始めた。おのれ。てめえに対する慈悲の気持ちはみじんもねえ。しかしこのままてめえをなぶって殺すやり方は俺自身の心に後味のよくねえものを残す。その両手、両足が治癒するのに何秒かかる。3秒か4秒か。確かポルナレフに切り落とされた腕は1秒とかからずくっついたよな。まだ俺の分の一発が残ってたはずだ。治ったと同時にスタープラチナを叩き込む。かかってきな。西部劇のガンマン風に言うと、抜きな、どっちが早いか試してみようぜってやつだ。こけにしやがって、このディオを。しかし、ジョータロウ。この後に及んで、貴様は短い時の中でしか生きれない。人間特有のつまらない考え方をする。後味が良くない?悔いを残さない?そのくだらない考え方が、貴様の命取りよ。このディオに、そんな感傷的な手段などない。あるのはたった一つ。勝利して支配する。そのシンプルな発想だけ。俺がまだ人間だった頃、ドブネズミのようなガキだった頃に見つけた、この世で唯一の真理。あの時は、ジョナサンの野郎に邪魔をされたが、俺は勝利する。そして支配する。惨めったらしい敗北者の俺の父親と違う。医師仮面によって手に入れた不老不死の力で、エンヤバーの持ってきたあの奇妙な弓と矢で目覚めたザ・ワールドの力で、俺は頂点に立つのだ。たかが人間のジョースターの一族に負けるはずがあるわけないのだ。うりー、過程や方法などどうでもいいのだ。くらえ、我が血液のメス虫。そして貴様の先祖であるジョナサンを倒した必殺の能力、スペースリーパースティンギーアイズ。ヤツの眼球から高圧の液体が。この間抜けが。あら、やろう、やばいところだったぜ。それで貴様を倒せるとは思わん。所詮100年前に使った出がらしの技。貴様を倒すのは
我が真の能力よ。やってみろディオ。言われずとも、先ほどはほんの少しだけ驚いたが、これが貴様に見せる真に最後の時間停止。ザ・ワールド。貴様が動けるのはせいぜいパンチ一発分。それでこのディオに勝てると思ってるのか。貧弱貧弱貧弱低能の猿が。ディオ、貴様は犬死にするためにここに来たのだ。確かにパンチ一発しか俺には打てねえ。このディオのザ・ワールドの能力はまさしく世界を制覇する能力なのだ。だがジョースターの血を引きしクソビチ野郎が。ただの一発と思うな。死ね。おら、無駄。やはりこの程度だろうな。そして貴様は動ける時間を使い果たした。何？私のザ・ワールドが、私の肉体が、バカな、このディオが何世紀も未来へ永遠に生きるはずのこのディオが、たかがパンチ一発に。散滅しろディオ。俺の先祖の肉体とともに俺の体が砕けてゆく。この激痛は、この突き刺さるような痛みは、忘れていた、ジョーサー家の男の精神の爆発力を。そして時は動き始める。このディオが。このまま朝日を待てば塵になる。てめえの敗因はたった一つだぜディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。よくやったな、ジョー太郎。これでいいんだ。これでついに百年の因縁を断ち切れた。やれやれだぜ。今日は幻覚をよく見る日だ。ジョー太郎。今度は本物か。やったじゃねえか、ジョー太郎。大丈夫か、ポルナレフ。ああ、なんとかな。しかし、これで全てが終わったな。まだだ。お？まだ終わっちゃいねえ。貸したもんをきちっと返してもらわねえとな。お？まったくジョー太郎ってやつは、とんでもねえことを思いつきやがる。あの男は、こともあろうに、ディオの遺体から血を抜き取り、ジョースターさんの遺体に移し替えることを考えたんだ。ちょうどいい。ディオのおかげで心臓を止めたり動かしたりする方法は練習済みだ。こちらスピードワゴン財団特派救急部隊第2号車、貴
奇跡です。奇跡が起きました。ジョースターさんが、ジョセフ・ジョースターさんが息を吹き返しました。生き返りました。そして我々は リオの肉体が砂と化し散っていく。これでようやく終わったわけだな。リオにはみんなが貸していたのだよ。そう、100年の昔から大勢の人間が多くのものを貸していたのだ。戻ってこねえものが多すぎるがな。ああ、多すぎる。そして大きすぎる。しかし俺たちは彼らのおかげで生きていられるんだ。カキオイン、アブドゥル、イニー、終わったよ。フランス国営航空92便。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。ジョースターさん、身寄りはなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い入れがある。どこへ行っても必ず帰ってしまうところなんです。そうか。何かあったら口笛を吹いてください。世界中どこへでもすっ飛んでいきますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあった。でも楽しかった。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れんじゃねえぞ。また会おう。わしのことが嫌いでなければな、この間抜けずが。忘れたくてもそんなキャラクターじゃねえぜ、てめえは。グッドラック。オールボア。アバよ。集英社 CD ブック。ジョジョの奇妙な冒険第3巻。出演。空城城太郎、柳田清之、ディオ・ブランド、若本則雄、ジョセフ・ジョースター、宇都宮健二、ジャンピエール・ポルナレフ、山口健、歌教員則明、早見翔、モハメド・アブドゥル、大塚明夫、スージー Q、斉藤翔子、ホリー、深見理香、医師、江川久男、原作、荒木博彦、脚本、山口博史、演出、三間正文、音楽、長谷川智樹、音響制作、マジックカプセル、制作協力、寄贈者、制作、集英社でお送りしました。いきなり起き上がって、なんだか急に気分が良くなったの。それに今心が通じたわ。二人が帰ってくるのよ、ママ、パパと丈太郎が。二人が帰ってくる。